弦楽四重奏のためのコンチェルティーノは、イーゴリ・ストラビンスキーが1920年に作曲した単一楽章の弦楽四重奏曲。ストラビンスキーは、弦楽四重奏というジャンルにほとんど興味を示さなかった。弦楽四重奏のための三つの商品、コンチェルティーノよび晩年の二重カノンの三曲を書いているが、いずれも商品で典型的な弦楽四重奏曲からは、 かけ離れた曲になっている。コンチェルティーノという名前の通り、第一バイオリンが独創楽器的に扱われるが、兵士の物語のバイオリンと同様、完備さ、流霊さが排除されている。楽曲は九イコール感イコール九の形式を持つ。冒頭に、急速な上昇音階が現れるが、バイオリンとチェロが波長長なのに対し、ビオラは半音ずれていて、極端に、 荒々しい響きになる。この上昇音階は後にも要所に出現する。中間部は第一バイオリンの重音奏法による独奏で、他の楽器は伴奏に徹する。再び冒頭の旋律が戻ってくるが、その後に部曲風の新しい旋律が現れる。中間部と共通する旋律を持つコーダで静かに終わる。演奏時間は約6分。 スイスのモルジュに住んでいたストラビンスキーは1919年8月にスイスのバイオリニストであるアルフレッド・ポションから彼がリーダーを務めるアメリカ合衆国のフロンザリー四重相談のための曲の注文を受けた。フロンザリー四重相談は弦楽四重相のための3つの商品を1915年に初演した四重相談でもあった。作業は プルチネルラのためにしばらく棚上げされていたが、フランスに移住した後にカランテックとギャルシュで作曲を進め、1920年9月に完成した。フロンザリー始終相談に検定された。1920年11月3日にフロンザリー始終相談によって、ニューヨークで初演された。アルフレード・カゼッラによれば、始終相談はこの曲を全く理解しておらず、初演は、 失敗に終わった。1952年に12楽器のためのコンチェルティーノして編曲された。バイオリンの競争曲的性格は残し、残りはチェロ以外を感覚器に変えている。単に楽器を置き換えただけでなく多くの手が入っている。楽器編成はフルート、オーボエ、コーラングレ、クラリネット、ファゴットに、トランペットに、トロンボーンに、バイオリン、チェロ。 ロサンゼルスで1952年11月11日に、ストラビンスキー本人の指揮によって、カンタータと共に書演された。また、アルトゥール・ルリエによる、ピアノ独奏編曲がある。ありがとうございます。